はい、こんにちは。日本改革党、くつざわりょうじ、元豊島区議会議員でございます。イカれる親父様、アコモモ様、コスモス様、インコ様、ケイチ様、宮川様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。お手紙や、物品ご支援などの送り先が変わりました。171-0005、豊島区南大塚 2-11-10-3階、くつざわりょうじ 070-2677-8910 です。今後はこちらの方にお手紙や、物品ご支援よろしくお願いいたします。重量物や、例えば、コピー機とか、そんなのは、送ってくる人はいないでしょうけども、生鮮食品は送らないでください。刺身盛り合わせとか、そういうのを勘弁してください。よろしくお願いいたします。カメラが、実は急にぶっ壊れてしまいまして、ソニーのカメラ使ってたんですけど、普段ね。なもんで予備の、シマウマ男さんから、ご寄贈いただきましたソニーのカメラで今回撮っております。ちゃんと撮れてっかな、ちょっと不安なんですけれども、初めて使うんで、音声もちゃんと撮れてますでしょうか。ちょっと不安であります。シマウマ男さん、カメラのご寄付ありがとうございました。地方議員を目指す日本改革党支部長大募集、メール党員も大募集であります。いずれも動画説明欄もっと見るをクリックしてください。物品の住所も、そちらの方に出ております。元同僚で、現豊島区議の古坊智夫さんは、統一教会。別に隠してないんで。奥さんは韓国人と。今は日本人になってるかもしれないですけれども、韓国人と結婚なさった古坊智夫さん。毎回トップ当選されてるんですけど、統一教会の、組織票でしょうか。でも統一教会のために、なんかできてるかっていうと、そうでもない。一人会派ですからね。議会での採決は大概、私や自民党さんと逆でした。つまり左翼ってことなんですけどね。こういう関係も画像の通り。これ3年前の参議院選挙の石川大我、元区議会議員の石川大我の選挙事務所で撮ったらしいんですけれども、枝野幸男であるとか、福山哲郎であるとか、長妻であるとかが、ため書きよこして貼ってあります。なので、テレビ、特に外国人枠が存在する TBS が必死でですね、自民と統一教会はズブズブというですね、風に思わせたい放送を一生懸命やってますけれども、だから、暗殺、襲われても、襲撃されても仕方ないみたいなことで、一生懸命必死で TBS なんかが思わせようとしておりますけれども、自民は統一教会とは、ズブズブではありません。全くの嘘。大嘘であります。で、統一教会議員の古坊さんが、石川大我と仲良しなんだから、むしろ自民党なんかより、立憲だの、社民党、ズブズブなんですね。石川大我って元社民党で、区議会、立候補して、当選しまして、で、福島みずほの、秘書やってた人なんですよ。石川大我って。今も参議院議員ですけれどもね。で、立憲。今は立憲に所属しております。新宿で酔っ払って、警察官に怒鳴りつけたり、何かと武勇伝。アンチファのデモに参加したり、何かと武勇伝がある。石川大我。私の部屋は、元石川大我の部屋、議員室会室。石川大我は、参議院議員になりましたけれども、私は落選してしまいました。出世部屋じゃなかった。ああ、なんていうことでね。ですんで、自民党と、特に安倍総理、
の周辺と統一教会はズブズブっていうのは全くの嘘であります。これこの通り、生きた証拠がいるんだから。いつも自民党とギャグの手挙げてんだから。自民党が賛成だったら反対。自民党が反対だったら賛成のことやってんですからね。大川隆法、早速安倍総理で金儲け、霊を下ろしたんでしょうか、恒例やったんでしょうか、死後の様子や現在の心境、タイトルにありましたけれども、てめえクズクズの身でも食ったのか、よくまあ人間のクズ、極められんなという感想であります。胸クソ悪いんで記事は読みません。幸福の科学、今回の参院選にだいぶ出馬してたみたいですけれども、一番票を取りそうだった及川さんでさえね、2万票そこそこでしたね。だからチャンネル登録数50万を誇ってる、及川さんもリアルな選挙となるとそうでもねえんだな、私もそうでもねえんだなって新宿に立って知名度のなさに声かけてくれる人の少なさに、愕然としましたけどね。ああ胸クソが悪い、大川隆法、一体いくつなんだろう、結構な年だと思うんですけれども、この人いなくならない限り幸福の科学政党は当選者出せないんじゃないか、ああなんて私は思っています。桜井誠、凱旋やっちゃいました。安倍晋三暗殺されようがテロ起こされようが彼の滞在は絶対に変わりません。支持者そうだ大盛り上がり、これは政経ワロスさんっていうところに取り上げられちゃいましたけどもね。安倍総理の何がどういう風に滞在なんだかさっぱりわかんねえんですけど私にはね。むしろいい総理であったな。絶望していた民主党政権から安倍総理になった時は本当に嬉しかったな私は。共産党ですら追悼声明出してんのに亡くなって何日も経ってねえのに個人をこぎ下ろすってどういうことなんだろうね。そういえば2015年の日刊コインというもね、チャンネル桜と一緒になってフソの名誉がーとか騒いでましたよこいつ。フソの名誉が何だってんだって話なんですけどね。記事全部読めばこれは将来的に有利になる合意だな、安倍ちゃんグッジョブだななんて思ってましたけれども、私はね、ですんでね、何がフソの名誉、内心ね、何言ってんのあんたら、チャンネル桜と桜井誠何言ってんの、記事読んでねえの、記事タイトルだけで発狂してんのって思っておりました。こいつらただただ反体制なだけかもしんないですね。で、自分のダメさを棚に上げ、社会が悪い、社会のせいって言いたい人は、いつの世にも一定数いますからね。桜は、帰化人一世を神奈川選挙区に擁立して、日本人候補山本さんを追い出すなど、迷走。私は日本は超個体主義なんで、桜とは組めねえな。帰化人一世の立候補は愚か、帰化人一世の投票もやべえな、思ってるぐらいなのに、桜とは組めねえな。あと亡くなったばっかの個人の悪口言うやつとも、無理ですなぁ、という感じであります。ちゃんと撮れてっかな、急に電源つかなくなっちゃって、反応しなくなっちゃって、びっくりしちゃいましたよ、ソニーのカメラ。やっぱりソニータイマーつって、何年か経つと、息を引き取るっていう噂は本当だったんでしょうか。まったくなぁ。というわけで、メールトイント、支部長さん。あ、支部長さんですね。二人に、手を挙げていただいております。今んとこ。で、一人がですね、会社に、そんなことやっちゃダメって言われて、断念。残念。全国ですから、今度は。全国で募集いたします。東京だけじゃなくて、よろしく皆様、ガッツを見せていただきたいな、思っております。デトックスジャパン。